今日は、ね、あの私が勉強しとってね、えー、これまで一番嬉しかったことを言いますかね分かったことでね一番嬉しかったことを、ね、ちょっとねお話したい、みたいと思います。まあた,たわいもないんですけどね私はあの、まあ勉強できんかったもんですからね、えー、まあいわゆる小学校から落ちこぼれでしてね。えーで 6年生の2学期なんですけどねひょんなことからの分数がね分かりました、まあ、だい大体当時もですねあ数分数のは3年生から習うんですけどねずっと3年間分からんかったですよねもう学校行くのつまらんかったんですけどねあのところがねあの5年生と6年生がね音楽の男の先生でしてね でまあお前はね何も勉強できんから <laughs> オルガン教えたる場合でね、えー、男先生がねオルガン教えてくれたんですよね。で「えー、春の和」とかね「空」とかねあの4分の4拍子のね一番まあ,あの単純ないいますかね、えー、あんまり難しくないあのう楽譜でね教えてくれたんですわ。 ならね、4分の4いうのはね、あの1小節にね、えー、四分音符が4つ入っとると、結局、4分の1が4つ入っとるいうことが分かったんで、分数が分かったんですわ。もうそれまでね、ほんま、何にもできんかったんですよね。もうね、あのほんまあの、このクラスの大ばかった例でね、みんなからいじめられとったんですけどね。 えーまあ、それからですわ勉強できだしたのね、えー、もう当時今から何年ぐらいですかね65年まあ70年まで70年ぐらいになるのかな大方70年近くなりますけどね当時やっぱり、あのー、お金のあるお家の子はね塾行ってました、えーあのー、学校の先生が内緒でね塾してやっててね えー、そういうとこ言っとったんですけどね私はまあちょっと家庭的な問題がありましてね、えー、そんなんもう、まあ、文具もね、えー、しっかり買、えー、うてもらえんような、えー、環境だったもんですからね、えー、まあちょっと勉強するのもね大変だったんですけどまあその分数が分かって、えー、中学校行ってですね、まあ、まあ人並みの成績にね えー、なったということですね。まああのいろんなことがまあそれからあってですね。えー、先生からまたあのボロクソに言われたようなことでね、コンチクショこのクソばば覚えとるよと思ってね <laughs>、えー。それでもう電気屋にね、えー、なろうということで、えー、だいぶお勉強はしました。まあね皆さんもね多分あの勉強されててね。 行き詰まるることがあ当時言いますか何か,かのきっかけでね、えー、勉強が面白になったというようなことを思い出してねまたアドレナリンをねガーンと出してですねぜひ頑張ってください、えー、目標をね一つずつ作って、えー、それに向かってね努力すればあの必ずあの達成できると思います。 一つあの頑張ってください。